なんか落ち込んでる落ち込んでる、妖怪も落ち込むんだ。はい、どうもこんにちは、ボーノと申します。今日も妖怪ウォッチ2続きからやっていこうと思うんですけど、今日は阿弥陀極楽最新部まで行っていこうと思います。前回に時を奪うねの進化版みたいなやつ戦ったんだけど、ここがどう考えても怪しいからここで終わりにしたんだよね。行っていこうと思います。めんどくさかった。こっからさ、回復とセーブするために一回無限地獄の一回まで行ってさ、うわー、来た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 、こいつか、こいつなのね。一番最後よかった、戻れないね、ここよかった、回復しといて。ってことで見てください、このパーティー。99、99、99、99、96、90、待って、こいつら99にするか。待って、99にしてこよう。97?98?99、オッケー、オッケー。はい。全部レベル99になったところで、挑んでこようか、こいつに。こいつなんて名前だろう。アシュ、あやとり様か。ふふふ、よく来たね。久しぶりのお客さんだ。来た人いるんだね、昔ここに。ウィスパー、こいつなんて妖怪なの?はいはい、私の出番ですね。ちょっとお待ちを。ふんだ、お、お前、ドフラミンゴみたいだな。んか、妖怪パッドの電池切れせっかくの見せ場なのに。ねえ、何して遊ぶ?あやとりかな?どうかな?怖いタイプ。なんかこいつ結構年下そうだもん、なんか。なんか3歳児っぽいもん。メルームみたいな感じあるもん。ウィスパーどうしたの?やっぱりわかんない?バカなこと言っちゃいけませんよ。あれですよ。あれ。ズバリ、やつこそは、悪の中の悪。無限地獄を支配する張本人なのです。やめてやれ。なんか悪っぽくねえもん、こいつあんまり。千と千尋の棒みたいな感じするもん。多分。ふん?本当にとっても優しそうなんだけど、見た目に騙されちゃいけません。ああいうやつほど危険なんです。きっと。ウィスパーなんかやけくそで言ってない?もしかしてあやとりは嫌いかな?うん、面白いのにな。ほら、あやとりしたいだけなんだよ。やっぱりウィスパーの間違いじゃ。何言ってんすか?何言ってんすか?あれはあやとりと言って、妖怪の間では恐ろしい業界用語なんです。おそらく、世界の平和を守るためには力ずくで止めるしかありません。行きますよ、ボンドロンド君。お前かよ、消しかけてんの。死ねよ、ウィスパー。早く。戦う必要なかったじゃん、このこと。もう、あやとり様が現れた。よし、頑張ろう。怖えんだけど、声が。ちょっとこう。あ、まあ、強いけど、強いけど、とぼじゅじゅレベルが違います。勝てる気がしやせん、これ。ちょ、待って。いや、目だ。目だ、絶対目だ、絶対目。どんぐらい食らうかね、これ。と強いんじゃないの?何?いいよ。そんなの別に。何すんのって、なーにをしてるのかな?危ない。水出んのかよ。水のないとこでこれほどの水筒を?おい、二代目おかげかな、お前。死んでねえの?死んでねえんだけど。一応できることやろうか、今。勝てる気しないんだけど。歌舞伎ロイドより強くね、こいつ。俺のイメージね。どうしよう、これめっちゃ聞いたら。めっちゃ聞いたらどうしよう、これ。聞くはずがないって話ね。何?つまり何?ここ?あ、こっちも当てるわ。あ、多分一個ずつ壊していけって話だ。でも何もできない、今。回復していこうか、じゃあ。スペシャルラーメンめっちゃ買ってきたから。よいよい。早いんだって、お前の言ったら、ちょっと。はい。おしまいね、これ。ちょ、行き場のなくなったらラーメンサナパッドに食わせんじゃないよ、もったいねえな。キャンセルしろって、それは。結構さ、引いてはいるね。チャクライドがすごい、すごい、お前、クグツシかな、お前、カンクロウかな、ちょ、何出すの氷ね。ミスった。よし、バカだ、こいつ。助かった、バカで。ね、いつ交換できんの、これ。サナパッド一人じゃかわいそうだって。ちょっと。ちょっと目玉が復活しちゃった。ここちょっとぶつけよう。オッケー。こうなるな、こうなるで、攻撃を仕掛けよう。死ぬなよ、死ぬなよ、生ハメ死ぬなよ。生ハメ死ぬなよ。よく残った、お前マジでコンドームつけてる。生ハメかと思いきや、ちょっとコンドームつけてるのに 0.01 ミリの。汚いっすね、これ。いいよ。糸全部外れたっつった、今。オッケー。なら、漢方でサナパッドだね、これは。攻撃されないことを祈って、大チャンネルの回復ね。なんか、落ち込んでる、妖怪も落ち込むんだ。よし、うつ状態だ、来た、これは来てる。ふぅん、弱いけど、ちょっとずつ回復していくよ。目ん玉狙うとこない。うんこみたいなとこ狙う?頭の。ウィスパーの足かな、お前。頭がウィスパーと全く一緒だ。目ん玉もう一回。オッケー。こいつ声がすごいいやらしいだね。いやらしい声してるね。ちょっとがんじがらめ、もうちょっとやめて。
出たよ、ドフラミンゴでしょこれ。早く打ちたいんだけど、技なんか出すよこいつ。大丈夫？あ、炎なら別に大丈夫じゃないよね。ここで余談なんですけど、俺って面白いよね。あぶね、これ自分で言うのなんなんですけど、妖怪ウォッチやってる中で一番面白くない？俺もう周りの妖怪ウォッチのゲーム実況見たことないから何とも言えないんだけど。岩はダメでしょ。ちょっと待って、死ぬよ死ぬよ、早く回復させて。アイテムアイテムアイテム、よし OK。 金は一番いらない、マジで一番いらない。ライゼで会いましょう。 OK、 なんかいいなんかいい。止めろ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 、ライセで会いましょう。止めろ、止まんないわーい、止まんないわ。おい、チリクみたいじゃん、お前。ナルトに出てきたよな、こういうやつ。守護人十二使みたいなやつの、アスマと同期のさ、やっぶね。はい、死亡。遊び感覚でやんなよ、ゲームを。何が出るかなじゃないんだよ。ナイス回復、ご自愛して、おーチャンネルご自愛して、自分を愛して、そう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 、そういうこと、そういうこと、そういうこと。オッケー。エルフ、エルフ、エルフ荒川、エルフ荒川だけど、ここ、あ、水は大丈夫。多分ね。ほら、避けた。天才でしょ？風は初めて見たよ。でも、大丈夫、大丈夫、大丈夫。やっぶね。ね、すんごい遊んでるよ、こいつ。あやとりしろや、せめて。あやとりしねえの、こいつ。はい。ちょっと待って、あと1体しかいないよ。これまずい。早く回復、早く回復、早く回復させて。こいつの気まぐれで死ぬ。こいつの気まぐれでいくらでも死ぬ。ちょっと、早く回復、早く回復。マジで早く回復させて。やばいやばい、危ない。これなんとか耐えない、これ。サナパッチョ。よくやった。お前天才。これマジ天才。今どうにかならないのがね、現実ですよね。やばい、死んじゃう。マジ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 死んじゃう。危ない。ちょっと待ってって。お願いですから、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 避けてください。もう、どっかで避けてくんないともう負けだね、これね。待って、死なないでね。オッケー。意外と優しかった。オッケー。危ね。危ね、危ね。変なやつ回復しちゃったな、間違えて。え、これ回復してるよね、俺。おわって回復してるんですけど。はぁ、なんだか。はぁ、なんだか、なんだこいつ。待って、勝ちようなくね。時には負けてしまうこともありますよね。で、お前、どこまで戻してんの、めんどくせえな。まあ、こっから行かなきゃいけないのかよ。ちょっと、つわけで、さて、もう一戦挑んでくるんで、ちょっとカット。やっと戻ってきたわ。もう投げんだって、ここまで。なんでここに回復置かなかった、マジで。クソめんどくさいですからね。言っときますけど。もう、なにこいつ、強すぎる、普通に。はい、3回目です。ザラマーを女の子人魚に変えてきたわ。おい、もうやだ、こいつな、もうやだ、もう、もう無理、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 無理だって、こんなの、ブブブブ。はい、4回目ね、もう、いつ倒せんの、倒せる気がしないんだけど、マジで。ヒカキンゲームズ。待って、待って、ちょっと待って、みんな。丁寧、丁寧。丁寧よ、丁寧よ。おおおなんか勝ってる、なんか勝ってる、なんか勝ってるって。何したの最後に。ありがとうございます、ありがとうございます。君たちみんなありがとうございます。5回か4回やったね。5回か4回でいけたわ、逆に行くと。よよよよ、真剣にやった、マジで入試ぐらい真剣にやったよ。おこれじゃあ、これ全部倒したでしょ。妖怪ウォッチ2、真打ちに住まう化け物たちを。いや、でかすぎ、これすごすぎ。マジで。ふふふ、君たち面白いな。たまにはこういう遊びもいいね。げ、ピンピンしてる。君たちのおかげで結構いい暇つぶしになったよ。ねえ、ウィスパ、やっぱりいいやつだったんじゃ。そうだよな。それは。ありがとう、またおいでね。誰が来るか、お前、こんな天才に。生まれながらの天才に。うわー、どこに帰ってくるの、さすがに家、さすがに家っぽいな。おー、寝てた。ママ来た、ママ来た。いい年こえて、短パン履いてる。ポンドロンのもう起きなさい、夏休みだからって寝すぎよ。え、1話に戻ったこれ。出た、シコシコね。お母さんによる息子シコシコね。うん、お母さんあと5分、あと5分だけ寝かせて。マジで1話じゃん、これ。ウィスパー埋まってるし。え？で、どうしてうちに？何寝ぼけてるの？あそこはもうできてるから早く顔を洗ってきなさいよ。もしかしてこの後出かけんの？みんなで。あれ？あれだね、これは。
夢夢落ちこれ全てが。なんかトロフィーゲットしたけど、は？と一回セーブね。欠かせないこのセーブは。あっちマジこれ。これマジ暑いね。はぁ、特に朝ごはんできてねえし。おい、嘘つくんじゃねえ、ママお前。朝ごはんできてねえし、別に。てなわけで、あやとり様、倒すことができました。一旦ね、これで、多分化け物たちは全員殺したんじゃないかと思います。まあこれからもね、妖怪ウォッチ2なんかできることいろいろやっていこうと思うし、妖怪図鑑を全部埋めるみたいなね、野望もちょっとあるので、やっていこうと思いますけど、一旦ここで妖怪ウォッチ2区切りたいと思います。皆様、ご視聴ありがとうございました。よければまたパート1から見てね。では。あ、そういえば告知なんですけど、妖怪ウォッチ3すき焼き購入しましたので、近日公開されます。では、次妖怪ウォッチ3すき焼きで会いましょう。さよなら。